私服 M53 は、セザール・フランクが1869年から1879年にかけて作曲したオラトリオ。この曲は、ジョゼフィーのコロムによるマタイの福音書、新服八単に基づく、私的瞑想をテクストとしている。作曲が長期間にわたった理由として、バンサン・ダンディは、不仏戦争の勃発や前作、食材の作曲による中断を挙げている。 初演は1879年2月20日にパリのフランクタクにおいて私的に行われた。全曲演奏による初演はフランクの生前には果たされず、1891年にディジョンで行われたものが初めてで、パリでの完全な演奏は1893年3月19日のコンセール・コロンヌによる演奏が最初となった。日本初演は年月日に 東京文化会館で行われた。演奏時間は約2時間弱であり、フランク作品の中でも最大規模である。フランクにとって自信作だったにもかかわらず、その長大さや構成の単調さから演奏機会は決して多くないが、フランクの死後から1920年代までは特に人気のある作品だった。ダンディは過去長い間の音楽の発展において一石を占める。 紛れもなく極めて偉大な作品と評したのに対し、クロード・ドビュッシーは少し安易にドラマティックに流れるが、どこを切っても同じ美しい音楽しか出てこないと述べている。ノルベール・デュ・フルクはいくらか長すぎるところや短すぎるところがあるにもかかわらず、フランス語によるオラトリオの模範として残る作品と評している。曲はプロローグと八つの部分に分かれている。プロローグ以外の 各曲は、それぞれ完全な終始を挟んでおり、単独で演奏されることもある。ダンディは、第4、第6、第8曲を、ハワード・スミザーは、第2、第4、第8曲を特に評価している。キリストの現れた時代について、テノール読書が歌うプロローグの後、8つの部分は、基本的に共通の構造を持っている。まず世の悪が描写された後に、私福の救いが続き、 それを引き継いだバリトンドックショがキリストの言葉を歌い、天井の合唱で締めくくられる。第2曲、第4曲のみキリストの言葉で終わり、第7曲のみは平和を作るものによる五重賞が締めくくる。これは歌詞の構造の共通性から導かれたものである。プロローグの冒頭に現れる主題は、神の慈愛を表すもので、第2曲の冬河をはじめとして、 様々に変形されながらその後の全曲を統一する。また、サタンが現れマヤベア風の音楽も聞かれる第七、第八曲では、悪魔を表す半音階的な動機が共通して用いられている。注釈主典。ありがとうございます。